んで攻撃的な自己表現をするんやと、その人がってことね。どうして攻撃的な表現をするのかなんですけど、まず攻撃的な表現をする人は、勝ち負けで物事を決めようとする傾向があると。なるほど、なるほど、はいはい。次は、まあ、一見言いたいこと言って、自信があるように見えるんですけど、実は不安が強くて、なるほどね、臆病っていうので、本当は自信がないと考えたりいう人が多いと。そう、まあ、自分の弱さを、隠すためにあえて強気な表現をして、なるほどね。ちょっと強がってるのかなっていうこともあるのかな。そう、攻撃的な表現をしてる人は自分が他人にどう思われてるかっていうのをすごく敏感であると言われて、結構人間関係が不安定、なるほどね、な人が多いとか、自分の立場が、危うくなりそうなら、ちょっとコロッと態度が変わる。ああ、なるほどね、はいはい。例えば、今まで A さんに攻撃的な表現をしてたけど、自分の立場が危うくなると態度を変えて A さんに親切にする。いや、確かにそれもやっぱり不安が強い、不安定な心の状態から来るものではないかなと思う。ですので、まあ、攻撃的な人が、いた時は、その人を、すぐ、嫌だと思うんですけど、はいはいはい、すぐにもう拒絶する、この人とはやっていけないと思うんではなくて、はい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 、まずどうしてその人が攻撃的な表現をするのか、なるほど、そこを知ってれば、ちょっと落ち着いて、その人との関係を見直せるんではないかなと思います。だからあれですよね、拒絶するんじゃなくて、やっぱそういう人も必ずいるやろうし、で、その人とどう対応で、今回の動画はそこまで。